鳴尾八幡神社は、兵庫県西宮市にある神社。市内鳴尾地区における神事神として、地域住民に信仰されている。社号については、単に、八幡神社と称される場合もあり、入口の社号表には、八幡神社と、国名されている。アリス川の宮たる日と神皇より奉献された、直学総研は、御花園の天皇が在位した、文安年間と伝えられている。 球城は広畑八万宮。文明年間には、鳴尾村を含む七村の総鎮守となり、本郷の宮と称された。また、アリス川の宮家より代々に渡り数形され、たびたび平白と、お歌が寄進されている。さらに1906年に交付された神社合司令により、向こう尾村の尊者、総鎮守として、翌年から1912年にかけて、砂浜神社など、 鳴る村内の数社を合祀した。創建寺の当神社は海に近く、また、鳴るの海が難所であったことなどから、祭人の多くは海に関わる神が祀られている。南川鳥居境内参道1400年頃より、生えているとされる黒松の巨木が茂る、約2000坪の境内は、西宮市の景観樹林保護地区に指定されている。南端の鳥居より、車源前まで、 1> 約170メートルの参道がまっすぐに伸びており、経代者や慰霊等々が沿道に鎮座している。その他参道脇には、江戸時代の文人牧閣が集った砂浜神社の名残である文房詩人の日や、第七代西宮市長、辰馬達夫と当時の鳴尾文化協会会長、東内三男の協力により建立された、俳句塚、1936年の高知、 整理事業完成記念の新目像などがある。ありがとうございます。